ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。油断したな、錦式。お許しを。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。
だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜る先生くらい。遅刻男がなんだって？ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のほかげとしての器を表しているのかな。ほかげになるのは私って。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。うん、へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさかんなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ。あん、いやお前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度のん、はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのはわた。俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いホカゲなんだし。一番偉いとかなんだとかそんなの関係ねえよ。一番近いとこにあるもん見られねえホカゲなんて。だっせんだよ。クソ親父。